はい、では全国の走りながらのオーリーについて疑問に思っている皆様、お待たせしました。本日はなんですけど、ハウトゥーオーリー第5弾として、走りながらのオーリーのハウトゥーをやっていきたいと思います。止まってならできるんだけど、走りながらやると全然できない。こういった方向けのね、動画になります。まず、この事前の準備みたいなところからになるんですけど、最低限、スケボーに乗って、まっすぐ滑れるようになっていてください。滑っている時の重心移動がうまくいかず、トラックがグラグラしてしまうような人は、まず滑るということになれるようにしておきましょう。というのも、弾く前にトラックが曲がってしまうと、うまく弾けなかったり、板が曲がってしまう原因になってしまう可能性があります。もう一つ準備することがあるのですが、なるべく路面が綺麗な場所で練習するようにしましょう。自分が許容できる範囲なら、パークのようにものすごく滑らかな場所で練習する必要はないかもしれないんですけど、あまりにも路面が荒いとうまく滑れないのに加え、急な減速になってしまうので、慣性の法則が働いて重心が前に行きがちになってしまいます。そのため路面はなるべく綺麗な方がいいですね。以上2つの点は最低限押さえておいてください。できれば止まった状態のオーリーもある程度できておいた方がいいです。ある程度というのは、テールが持ち上がってきて板が平行になるぐらいですね。まあ、そこまでできていなくても走りながらのオーリーに挑戦したいということであれば、挑戦しても大丈夫だと思います。ということで、ここから走りながらのオーリーの説明に入るのですが、基本的には止まった時のオーリーと全く同じです。一番大切なのは重心を真ん中に保つことですね。走りながらのオーリーになると、この重心というのが止まった時のオーリーよりもかなりシビアになってくるので、ここを一番意識した方がいいと思います。前後だけではなく左右の重心のズレ、これも走りながらだとより顕著に現れてくる問題になるので、気をつけるようにしましょう。加えて走りながらだと自分が進んでいるのもあって、前に飛んでしまう、こういった問題が発生することがあります。これをしてしまうと極端な前重心になってしまい、板を弾くことすらできなくなってしまう可能性があるので注意しましょう。進むことに関しては飛ぶ際には意識する必要がないので、止まった時と同様に真上に飛ぶようにしましょう。他にも膝が硬くなってしまうという問題もあります。これは進んでいるのもあって、意識的あるいは無意識的に体が恐怖から硬くなってしまうという問題ですね。これをしてしまうと当然まくられやすくなりますし、膝をうまく使えていないので理想的なふわっとしたオーリーができなくなります。これでは板もうまく上がってこないので、しっかりと膝を使ってオーリーをするように意識しましょう。続いて、止まった時はテールが上がってくるのに、走りながらだとテールが全く上がってこないという問題、これもありますね。ちなみにテール足離れとこの問題はあまり関係がありません。単にテールが上がってこないという問題です。これには原因がいくつかあると思っていて、まずは重心ですね。重心が後ろにありすぎていて、テールを押しつぶしてしまっていて上がってこない、あるいは強く弾けていないという可能性もあります。膝がうまく使えていないために力強く弾けていなくてテールが上がってこないということですね。その他にも無意識的に板を前に送り出すように弾いてしまっている可能性もあります。これは進んでいるということに気を取られて、本来真下に弾くべきところを間違った方向に向かって弾いてしまっているという問題ですね。この3点が主にテールが上がってこない原因なのではないかなと考えています。逆にこの3点、重心、膝、弾く方向、これをしっかりと意識してオーリーできるようになれば、止まってやるオーリーと同じぐらいテールは上がってくると思います。最後に練習方法なのですが、いきなりすごいスピードを出してオーリーをするのは正直転ぶリスク等もあって
かなり危険になってくるので、初めはゆっくりと進みながらオーリーをしてみて、少しずつスピードを増しながら段階的に練習をしていくといいと思います。ということで今回は走りながらのオーリーについての解説でした。今日の解説をまとめると、意識する点は基本的に止まった時のオーリーと同じ、中でも重心に特に気をつける、膝をうまく使う、進んでいても真上に飛ぶようにする、弾く方向は真下を意識という感じですね。もし走りながらのオーリーについて悩んでいる方がいましたら、ぜひこの今日解説したことを試してみてください。ということで今回の動画は以上になります。参考になったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。